荒川清は、日本の俳優、映画監督である。1893年3月10日、山形県最上群と沢村大技なだかに生まれる。日活向島撮影所に入社し、1918年11月、同撮影所でのサイレント映画、最後高森で、エキストラとして、乗馬昇降の役で出演したのが、最初であるという。日活データベース。 日本映画データベースによれば、西郷隆盛を主題にした同時代の作品は同年11月3日に公開された日活関西撮影所による西郷隆盛のみである。記録に残るものでは、1920年12月12日に公開された山野老校長に出演している。1921年10月、同社を退社し帝国工業の撮影所に移籍。同年、 同社が俳優の高瀬みのるに協力して設立した高瀬映画研究所が制作したサイレント映画飛行家の妻の撮影にスタッフとして参加する。1922年11月、高田の馬場に撮影所を持つ小松商会に遺跡、熱火の狼、里子製の男などに主演したという。1923年に発行された現代俳優名鑑によれば、 当時、荒川は、小松紹介撮影所に所属し、東京府南葛飾郡寺島町に住み、身長は五尺四寸二分、体重16巻200問目、妻子など詳細は不明だが、5人家族とあり、常用タバコはゴールデンバットであるという。同年10月に制作、公開された、刺激、分け清まろ港に出演した記録が残っており、同作の監督である、 高松と次郎が代表を務める活動写真資料、研究会が同作を制作している。文化庁の日本映画情報システムによれば、同研究会の後ろ身である高松あずまプロダクションが制作し、1925年9月11日に公開された義阜の地煙で荒川は監督を務めている。以降、同社が 京都の牧野肖像の牧野プロダクションと提携して、牧野プロダクション、東京撮影所として制作した作品を含めて、同社の作品に、1927年までの間、出演した。1930年には、同社で監督、俳優であった江川れ夫が監督した、平、hey, 月日本建設愛の浄化に出演している。以降の出演などの記録は不明であり、消息もわからない。 没年不詳。特筆以外のクレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、 タイトルの異なるものは平気した。すべて制作は日活向島撮影所。配給は日活。すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作。配給は高松東プロダクション。すべてサイレント映画である。ありがとうございます。